皆さん、明けましておめでとうございます。神戸医療福祉専門学校三田校理学療法士科教員の大牧です。今回は第4回目の運動ということで、キャット&ドッグという運動と胸椎の回旋運動という運動を行っていきます。こちらの運動を行うことで体幹の可動性を向上させていくというふうな目的があります。こちらに関してはスポーツの中だけではなく、日常生活におけるいわゆるスマホ首ですね、こちらを予防するという意識を持って取り組んでいただけたらと思いますので、頑張ってやっていきましょう。はい、じゃあまずはこの四つ這いという姿勢をとっていただきます。肩の関節の真下に手首が来ることと、股関節の真下に膝が来るというところをイメージしてください。そして足はそうですね、これで肩幅に開いていくということを、意識してもらえるといいと思います。で、ここからちょうど背中の真ん中ぐらいの骨を上に持ち上げるという感じ。この時ちょっと溝落ちを引き上げるようなイメージを持ってください。そうですね。で、今度そのまま肘を伸ばしたまま肩甲骨を寄せてずっと下に下ろしていきましょう。はい、という運動を繰り返してやっていきます。はい、じゃあ今度はこの四つ這いの姿勢から腰を落としましょう。はい、でそのまま右手を頭の後ろの方に持っていっていただいて、そのまま体をねじっていきます。そうですね。で、はい、戻って、もう一回ちょっとやってみましょうか。こうやって体をねじっていく、腰がねじれないように背中がねじれるイメージを持ってください。はい、それでは、10回3セットやっていきます。まずはじゃあ溝落ちを上に引き上げるように上に上げます。はい、で今度は下に下ろして、肘を曲げないようにね、伸ばしたまま。はい、2回目上に上げて、はい、下に下ろして、はい、3回目上げて、はい、下ろして、はい、4回目上に上げて、はい、下ろして、はい、5回目上に上げて、はい、下ろします。6回目6、はい、下ろして、はい、7回目7、はい、下ろして、はい、8、はい、下ろして、はい、9回目9、はい、下ろして、もう一回最後10、はい、下ろします。 OK、 はい、これで1セット終わりますね。はい、では2セット目いきます。はい、じゃあまた上から上に上げていきましょう。上に上げていきましょう。はい、はい、下に下ろして、はい、2回目に上げて、はい、下ろして、はい、3回目3、はい、下ろして、はい、4、この時おへそを覗き込むように頑張りましょう。はい、下ろして、この時は肩甲骨を背中に寄せて、はい、上げて、はい、下ろし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 て、もう一回最後にいきましょう。上げて、はい、下ろして、はい、 OK です。はい、では最後3セット目いきます。はい、上に上げて1、はい、下ろして、はい、2、上げて、下ろして、はい、3 はい、下ろして、はい、4、はい、下ろして、はい、5、はい、下ろして、はい、6 はい、下ろして、はい、7、はい、下ろして、はい、8、上げて、はい、下ろして、
9。はい、下ろして。ではもう一回最後行きましょう。10。はい、下ろします。はい、OK です。はい、それでは右手を後ろに、頭の後ろに持っていっていただいて、背中の方をねじっていきましょう。はい、行きます。1回目。はい。1。はい。2。はい、戻って。はい、3。そう、戻って。はい、4。戻って。はい、5。戻って。はい、6。戻って。はい、7。戻って、はい、8。戻って、9。戻って、はい、10。はい、戻しましょう。じゃあ今度は左手を頭の後ろに持っていって、同じようにねじっていきましょう。はい、じゃあ左手を頭の後ろに持っていって、いきます。はい、1回目、1。はい、戻って。はい、2。戻って。3。戻って。はい、4。戻って。はい、5。戻って。6。戻って。7。戻って。8。戻って。はい、9。戻って。はい、10回目、10。はい、戻ります。では2セット目いきます。ではまた右手の方を頭の後ろに持っていってもらって、はい、いきます。1回目、はい、1。戻って、はい、2。戻って、はい、3。戻って、はい、4。戻って、5。戻って、6。戻って、7。戻って、はい、8。戻って、9。戻って、はい、10。はい、戻って。じゃあ、今度は左の方に行きますね。左手を頭の後ろに持っていって。はい、じゃあ行きます。1回目、はい、1。戻って、2。戻って、3。戻って、戻って5。戻って6。戻って7。戻って8。戻って9。戻って、もう一回最後10。はい、 OK です。それでは第4回目のメニューを終わりたいと思います。普段動かさない体幹というところでしたので、イメージがつきにくかったと思いますが、ぜひ続けて良い姿勢を身につけられるようにしていきましょう。次回は最後のメニューのバックランジーローテーションという動きになっていきます。ストレッチと筋トレ、そういったものが複合的に含まれているメニューになっていますので、また頑張って取り組んでいきましょう。それでは